はいどうも、タクタクです。本日はこちら、 VR をよく知らないヤンキーが作ったガチ系ホラー VR。 まあもうお気づきの方もいるかもしれません。ベルズさんの作品です。さあ行きましょう。怖くはないかもしれない。このゲームはカリフォルニアには住んでいないヤンキーが作った VR の探索ホラーアドベンチャーです。もう何が真実なのかがわからないですけど、カリフォルニアには住んでないってことですね。それだけはわかりました。ヤンキーは VR をよく知らないので、VR のイメージや表現に少しおかしいところがあります。なるほど。まあ、バーチャルリアリティの略なんじゃないですか、VR は。ゲームの進行に影響はありませんので安心してください。それではスタート。VR は何だと思ったの、ヤンキーは。カッパがマジやべえ。ゲームやるぜ。っていう、ゲーム内ゲームなわけね。OK？ ん？VR つけてんのか、これ。で、そのヤンキーがプレイしてるってこと。ヤンコ！うん、ヤンコってこれマウスでもできんのかな。あ、どこだここ。ヤンキーっぽく喋よう。さっきまでコンビニの前でうんこ座りしながらアメリカンドッグと酒茶漬け食ってたはずだが、まあアメリカンドッグはわかるよ。酒茶漬けはどうやって食うんだよ、コンビニの前で。売ってんのか、そういうセットが今。売ってんすか。いや待てよ、酒茶漬け食ってたか。酒茶漬けじゃなくてチーズフォンデュ。そこどうでもいいんだけどな、本当はな。俺もちょっと突っ込んで、ごめん。チーズフォンデュ食ってたような気がして、もっとないだろう。あんのか？あんのか？今のコンビニすげえな。いや、違え。絶対鮭茶漬けだ。だって、鮭茶漬けに間違いねえ。絶対だ。鮭茶漬け舐めてんじゃねえぞ。誰も舐めてない。さらさら。なことより、どこなんだよ、誰かいねえのか？え？お！お！これあれじゃん！ 3D ダンジョンってこと？これ何これ？ヤンコ。ひらがな、いいもん、やんこ、うん。学年は2。高校2年生ってこと？腹パン力99、肩パン力99。なかなかの強さなのでは？オートセーブがある。アイテム、オプション。ジョージダッシュとかわかんないけど。まあまあまあいいよ。これどうすればいいわけ？これ。あ？ん？あ、なんかある！昔の 3D ダンジョン系じゃねえか、これ。あ、紙、なんか、紙貼ってあるぞ。なんだ？お前を監禁した。ここからは出られない。あ、監禁だとふざけやがって。なんで私が監禁されなきゃなんねえんだよ。しかもわざわざ親切に振り仮名振りやがって。ありがたいけど舐めてんじゃねえぞ、クソが。ヤンキーだから。あ、扉があるね。ちょっと言葉遣いが乱暴ですけど。なんだ？開かねえぞ、このドア。向こう側にクソ見て、クソでけえメロンパンとかってつっかえてんじゃねえだろ。なんでメロンパン舐めてんじゃねえぞ、メロンパン。どうすんのこれマジで。ん？あ、なに？どうした？いけた。あれ？待って、いけてるよねこれね。あ、いけたけど、ちゃんと読めばよかった。ん？ん？ちょ、わかりにくい。ここ、なんかある。なんだこのドア、鍵かかってやがる。うっかりかけ忘れて、解けや。あ、なんか、焼きそばパンじゃん。こんなところに非常識なくらいでけえ焼きそばパンがあるじゃねえか。製造工程が気になるけど、とりあえずもらっておくぜ。でけえ焼きそばパンを手に入れた。でけえから持ち歩くのしんどいな、これ。邪魔くせえ邪魔くせえ何これ。なんだ、壁にでかめの穴開いてんぞ。中は暗くてよくわかんねえな。中に寿司のパックに入ってる緑のギザギザのやつを食べるおっさんがいたら、これで来いよ。食わねえだろ。あまり近づかねえでおこう。これあれなんじゃないの、でけえ焼きそばパン、この穴に突っ込むんじゃねえの、違うのかな。うん。まあまあ、戻りますか、じゃあ。
どこ行けんだろうな、これな。あ、なんかある。なんだ、壁にデカめの穴開いてんぞ。壁に何か書いてあるんだ。おい、あの美味しいやつ買ってこいや。あん？あの美味しいやつったら、それは美味しいやつだよ。わかんだろ？あの美味しいやつ、美味しいんだから、いいから早くあの美味しいやつ買ってこいやい。だこれ、どんだけ美味しいやつ言うんだこいつ。それはでっけえ焼きそばパンがあるんだ。これは何入れりゃいいんか。おう。なんだこの穴、すげえぴったり。焼きそばパンが、はまりましたね。あれ、こっから入ってきたんだっけ？あ、こっから入ってきたんだ、これね。で？あ、これ、はい、でっけえ焼きそばパンのやつ。ってことは、あれなんじゃない？これ反対側に、でっけえ焼きそばパンのやつ、これ貫通してんじゃねえ、これ。あ、ほら！あ、鍵で、あ、なんか落ちたんぞ。ひょっとして、パンって向こう側から押し出されたんか？グラサンの鍵を手に入れた。おしゃれなもん手に入れたぜ。いや、よく見たらダセえな。グラサンの鍵。グラサンの鍵。ここか？このグラサンの鍵でカチャってやってやるぜ、ほら。開いた開いた開いた。うっしゃ、カチってやったから開いたぜ。舐めてんじゃねえぞ。あ、上に行けんのかな。うわ、マジか、はしごじゃないか。こいつは登りたくなってくるぜ。登るぞ。行くしかねえ。妙にテンション上げ上げで行くしかねえ。ヤンキー？ヤンキー？ほんとこれ、ヤンキー？わかんねえけど。ヤンキーなんこれ。ああ、ホラーゲームが来た。うわ、なんだこいつ、ガチでやべえ。うん。はあ、はあ、なんだ今のキメえやつ。ビビらせんじゃねえよ。くそ、思わず全力出して逃げちまったじゃねえか。あんなやばそうなのどうすりゃいいんだ。いきなり刺すとか言ってたし、やだら本格派なナイフ持ってやがったし、とにかくまた出くわしたら逃げるしかねえ。しくしょう、なんでこんな目に遭わなきゃなんねえんだ、最悪だ、くそ。ヤンコどうし、ヤンコ今、現在地どこ、ヤンコの現在地がわかんないけど。あ、なるほど。うん。これセーブしといた方がいいのかな、ゲームオーバーとかあるのか、わからんか。あ、待って、所持金みたいなやつ、ゼロ円か。最近ゼロ円ね。あ、これまた上行ける。うわ、マジか、始まるじゃねえか。こいつ登りたくなってきたぜ。登ろう。行くしかねえ。やたらリズミカルに行くしかねえ。うん。うんうん。左に行ってみよう。ん？あ、広いかも、ここは。あ、行ける。あ、なんか書いてある。あ、紙なんか貼ってるぞ。なんだこれ。伝説の総長の暴走はマジやばかったんだぜ。エナジードリンクを一日8本飲んで走ってたんだぜ。消火器より赤い悪魔と呼ばれたあのマシンに俺も乗ってみたいんだぜ。総長のバックスより体がやばそうなんだが、でも私も総長のマシンちょっと気になるな。なんだこれ、マジ。マジなんだ。こっちは？あ、なんか池みたいになる。こんなとこに池だ。水が澄んでてなかなか綺麗な池じゃねえか。看板に書いてあるの、ガチで注意。この池に凶器とか捨てんじゃねえぞ、こら。ってこと捨てるってことだな、これ。水の綺麗さに反して口が汚ねえな、この看板。まあ、口が汚い、まあ、口が汚ねえってことなのかな。字だからな。鏡。なんだ？ガラスがあってさ、あ、ガラスか。先に進めねえぞ。これ叩き寄るしかねえけど、素手だと危ねえな。蹴りでいいんじゃないですか。ダメなのかな。うわっ、あ、びっくりした。急に入れたから。あ、チャリンコあるよ。あ、なんだ、チャリか。こっちからだとよくわかんねえな。これ赤い。これか、赤いのって。こういうことね。なんか妙に赤いチャリがあんぞ。このクソ派手なから嫌いじゃねえよ。待てよ、この消火器並みの赤さ、もしかしてこれが総長のマシン。総長バイクじゃなくてチャリで爆走してたんか。それは伝説にもなるわけだ。やべえ、なんかちょっと乗りたくなってきた。どうすっか、乗ってみるぜ。シャー、乗ってみるぜ、いけー。ちょっと、ね、どういうこと。え、移動できない、移動できる。あ、これどうやって降りんの、これ、ちなみに。え、動けないけど。え、動けませんけど。え、どういうこと、どういうこと。え、どういうこと。動けません。え？どういう、マジでどういうことだ。
進行不能、え、抜けられないけど、どういうこと動けんぞ。これでライトだけはつく。ん、なんかバグってる。クチ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 、いけねえ全然。どういうことなんだよ、いけへんぞ。ちょっとやり直してみる。じゃあどっからどっから、ここに来て、はいはい。え、なんで今動けなくなったんだろう、わかんないね。まあ、チャリにはマジ注意ってことですね。あ、なんかある、違うの、なんだ、こんなとこに市内があるじゃないか。こいつはいいもん見つけたぜ。あ、よく見たらロックされて取れねえじゃないか。舐めてんじゃねえぞ。これはなんか入力しないといけない仕組みだ。どうやら4桁いるみたいだ。やめとく。4桁わかんねえかな。こっちは、お、あ、また、あ、このチャリか。え、このチャリが、なんか進行不能になっちゃうのよね。これちょっともう一回いっとこう。うん。あ、やっぱ総長のエピソードを知らないとこっちは、わかんないのね。で、これで、はい。はいはいはい。で、これ読んだ。これ読んで、はいはい。ガチで注意。うわ！ガチで刺す、出た！うわ、あんたガチでやべえ！そうだった、ガチで刺すやつ。ああ、また逃げたのか。いや、弾入れてくんだよな。逃げるだけでやって、これ、自分では逃げてないんですよ。勝手に逃げてくれる、ヤンコが。これは降りちゃうですか。こっちは？こっち、こっちは？ずっとこっち。いや、これやるとなんかな、バグるんだよね。ちょ、もう一回行ってみよう、でも。はいはい。乗ってみるぜ。こっち。やっぱね、出れなくなる、これ。どうやったら出れるんだろう。あ、いけた、いけた。わかった、わかった、わかった。キャンセルだ、X で。こうやって、はい。つけた状態で、はいはい。え？よろしく？ライト照らされたところに何か書いてあるぞ。良い肉？良い肉？なるほど、よろしくじゃなくて良い肉ね。良い肉。つまり、市内の番号も、入力しよう。良い肉。これで、どうや？ P ロックを解除します。やった！市内ゲット！シャー！楽勝！笑った！市内ゲット！楽勝すぎ！って、マジウケる！マジウケんだけど。よろしく！ヤンキーに怒られるな、そろそろ。いや、俺がじゃなくてね。これ作った人がね。よろしく！あ、鏡？どこだったっけ？マジでけえ鏡あるとこどこだっけ？あ、これだ！うわ、今日市内叩けて、おら！なんだ、割れねえだと？ガラス割り職人と言われた私に、割れねえガラスがあると！どちくしゃ！辛くなってきた。こっちはなんだっけ？あ、これ総長のあれか、伝説か。で、こっち行って、この家に凶器とか捨てんじゃねえぞ。だからこれで市内をやってやるぜ。うるくれー！え？女神止めてきた。うわ、急に風呂に入ってる感じで出てきた。元ヤンの女神、元ヤンなんだ。私は元ヤンの女神です。あなたが落としたのは銀の市内ですか？ちげえ。それでは金の市内ですか？ちげえ。あなたは正直なヤンキーのようですね。これをあげましょう。伝説の木刀！木刀であるのか？え、あ、どうも、あざやす！それでは、それは私が現役時代の時に使ってたやつです。大事にしてください。では、伝説のレディース。市内返してくれないんか？まあいいけど。木刀の方がやっぱ殺傷能力はね、高いですからね。これ、つまりガラスをガシャーンするわけですね。ガラスガシャーンするわけですもん。急に可愛い感じで言ったけど。行くぜ。
うれえ、なんだ俺ね、ガラス割ることがで生きがい毎日割ってるってのに、ちくしゃ、え、木刀もダメ、これダメな、え、これでもダメ、え、積んだんじゃねえじゃんこれ。あ、わかったわかったわかったよ、タクちゃん、ここに木刀入れんじゃね、違う、ということはもう一回ここに木刀投げる、おら出てこいや、うわやっぱまだいた、私は元ヤンの女神です、あなたが落とした銀の一芸、いや違え、金の木刀じゃねえ、あなたはガチで正直にヤンキーのですね、これをあげましょう、伝説のテスパイプ、あ、どうもあざす、それは私が現役時代の時に使ってたやつです。大事にしてください。ちなみにもう凶器ねえから、次は投げ入れんなよ、てめえ。怖え。なんか去り際の口を怖っ。さすが元ヤンは、ちゃいますね、これは。じゃあ、いきますか、これガシャン、ガシャンしとく。ガシャン行くぞ、ガシャン行くぞ、俺、これ。ガシャン行くかんな。ヤンキー口調となっちゃう。うれどんなとこでシャークのこれ、閉じ込めとか割ったサラよりも粉々だぜ、閉じ込め見たことあるの、で、上行くと。うわ、マジか、橋があるじゃねえか、こいつの登りたくなってきたぜ、ちょっとやめとこうぜ。というところで、今日はこの辺で一回終わりましょうか。ちょっと、ヤンコ楽しいな。ヤンキー口調とかあんましたことないですけど、行くぜ、やれ、ザコヤンキーですよね、俺の口調は、これは。ザコヤンキーの口調。もう、これちょっといいキャラ見つけました、僕。はい。ということで、また次回もこのザコヤンキー口調でやりますので、よろしくお願いします。ではまた。